続いてはある有名な女優の方が演じている人気キャラクターです。1996年に放送を開始、美形キャラクターが多数登場し、若い女性からの支持も多かったルローニケンシンから、ルローニの日村ケンシン、その甘いマスクからは想像できない剣の腕を持つ主人公の日村ケンシン、剣に剣流流追戦、女性から大人気の剣心。そしてこの剣心を演じていた女優とはこの方でした。日村剣心役の鈴鹿島代です。拙者ルローニの日村剣心でござる。元宝塚トップスターの鈴鹿島代さん、演じる時に宝塚の癖が出てしまったとか、手とか割とはっとかうなんかこう体が動いちゃうので、一番こう音がしないものを着て、剣心の時は絶対にパンツ姿で、割とこう仁王立ちの感じで、飛天御剣流流通戦、こんな感じで。宝塚では男役だった鈴鹿さんらしく、剣心役はハマり役だったそうです。